ねえねえ、花尾くん、何の雪でね、今日は何の日か知ってる？今日何の日？10月31日だろ。知らねえよ、そんなもん。ハロウィンだよ、ハロウィン。私たちも何か仮装しよう。ハロウィンっていうのはね、陽キャのするもんなんだよ。しようじゃねえか。結局するんかい。はい、ということで、謎の寸劇から始まりましたけど、今日、ハロウィンですね。何のね、仮装もしてないんで、本来ならね、子供たちが、仮装してトリックはトリートって言ってお菓子をもらいに来るじゃないですか。今日はですね、僕弟にですね、お菓子を求めるのではなく、お菓子をあげてみようと、向こうからは求めてないのにお菓子をあげてみようと、というドッキリを仕掛けてみようと思います。ということで、やっていこう。はいですね、呼び出したんですが、流星くんがなかなか来ないということで、もともと偽企画をやるつもりですが、もう強行突破であげちゃいましょう。はい、ということで、ゴー。あのさ、いる？納豆ご飯食べてるとか悪いけど、いる？他にも持ってあげるよ。ということで、実はドッキリでした。いらない時にお菓子をあげたらどうなるのか、ドッキリ。納豆ご飯食ってる途中にキャラメル色もっとお菓子やろうってやばすぎる。じゃああげるよこんないらねえし、いちごミルクサイドアスカじゃねえんだからちょろいだろお前って。ちょろいだろ。じゃあアスカちゃんに渡しとくよ神様に。ちょろいからあの人。え？ちょろいからそう、コラボしてくれ、これあげるからってちょろいからどうなるのか、ドッキリ。なんで納豆ご飯食ってる途中にキャラメル色もっとお菓子やろうってやばすぎる。じゃああげるよこんないらねえし、いちごミルクサイドアスカじゃねえんだからちょろいだろお前って。ちょろいだろ。じゃあアスカちゃんに渡しとくよ神様に。ちょろいからね。はい、という結果だったんですけど、いかがでしょうか。結構盛り上がったね来年もこういうことをやろうと思うので、皆さんリクエストください。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、チャオ、バイバーイ。あー、来たぞ。この曲知らないんだけどね。ではバイバイ。この曲で上手い下手わかんねえだろ。店員さん、店員さん、じゃあ、ありがとうございました。じゃあね。そう、コラボしてくれ、これあげるからってちょろいから誰と誰を呼んでお前ちょろいだろって。じゃないだろって言って、来ねえし、行かねえしって言ったら、え、じゃあこれいらないのか大きい収入源だと思うが